アクレ紛争以前の1899年のボリビアの領域ペトロポリス条約は、ブラジルとボリビアとの間で結ばれた条約である。アクレ紛争の原因となったアマゾン地域の権利関係について、両国の合意がなされ、1903年11月17日に、ブラジルリオデジャネイロ近くのペトロポリスで署名された。この条約で、ボリビアはアブナ川の北側、 約19万千平方キロメートルをブラジルに割上した。一方、ブラジルはボリビアに200万円ボンドの支払いと、1867年に締結されたアヤクチョ条約では、ブラジル領であったマモレ川とアブナ川で囲まれていた、両約3200平方キロメートルを上とマデーラ川の港、ポルトベイリョから、両国の国境が通るマモレ川沿いのブラジル川の町、 グアジャラミリンまでの鉄道建設を約束した。条約締結交渉をブラジル有利に進めたリオブランコ断尺詳細はアクレ紛争を参照アクレ紛争は1899年から1903年にかけて当時ボリビアの領土であったアクレ地方で起きた。これは世界的なゴム需要の高まりによりパラゴムの木が自生していたアクレ地方には一攫千金を狙って 多くの入植者が集まった。特に、ブラジル人は、1898年まで、少なくとも8万人が、アクレ地方に入植した。この状況に、ボリビアは、税を課すなどの方針を取ったため、ブラジル人の入植者が独立を主張して、反乱を起こした。これに対して、ブラジルは、外務大臣であったリオブランコ男爵の称号を持つ、ホセマリア・ダ・シルバ・パラノス・ジュニオールが、 干渉を行った。1902年12月26日、ボリビア政府に対して、アクレ地方のブラジルへの併合と代償として十分な対価を支払うことを提案した。リオブランコ男爵は、1903年2月6日、ボリビア政府に対して、アクレへの遠征を中止と、受け入れられない場合には交戦も辞さないとする、最後通帳を行った。これは、 外交上の駆け引きではなく、実際に、ブラジルは、ボリビアとの国境線に、数千の兵を移動させていた。1903年3月21日、ボリビアのマヌエル・パンド大統領は、正式に、ブラジルの提案を受け入れた。以下に、ペトロポリス条約で合意した項目の概要を示す。ありがとうございます。